いしょよいしょー、海老のサービスエリア初めてや。マジで初めてや。あうち初めてじゃないわ。え、嘘、多分行ってるわ。でも全然ない、何があったって知らないあの、いろいろ調べてたけど全然何ここみたいな、全然覚えてなかった。めっちゃ晴れてきた。やばいな。こちら、晴れ女ちゃん。あ、じゃあ晴れ女ちゃん。まだ1分やで。ほんまやで。ほんまや。あ、あと 2.3kg。もうすぐ、もうすぐ、悲しみ、エビだ。はい、エビだ。はい、エビだ。はい、エビ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 んだ。はい。いや、お疲れ様でした。いや、全然もう、ここまでありがとうございました。余裕、あ、もうプロって言ったな。プロやったで。イカタコ2つと、厚切り豚タン塩串1つ。はい、以上で。すいません、これもおやつとか1つください。味どうする？塩にする？あっさりいくか。あっさりいこう。塩で。いいな。ソーチンの雰囲気めっちゃいいよな。うわー、最高。めっちゃ種類ある。わしらは普通のエビエビ焼き。オーソドックスのやつね。めっちゃ持ってくれてる。ありがとう。美味しそう。楽しみ。あれ、あんだけ雨やったん、どこ行ったほんまに。買ってきたの、まずこちら牛ロースと豚塩タン。そう、豚塩タン。美味しそう。イカタコお得セット。いや、いい ねホルモン塩焼きそば、絶対うまいです。間違いないです。間違いないやつな、これ。エビの限定のエビ焼き。エビエビ焼き。あはー、絶対うまい。お手を拝借。いただきます。いただきます。牛からいただきます。いただきます。絶対美味しいぞこれ。うん、牛串ってなんでこんなに美味しいやろこれやったらわかんねん。一回なんだ、一心にトンって取ると流れでいくかなみたいな。流れでった。流れでった。あ、よかったよかった。おすすめ、タコイカ。タコイカ、いただきます。うまっ。もう青のり入ってる。待って、何の感想。あ、それうまない。マジうまい。やばい、タコとイカって最強やろ。最強。なんかコリコリしてんの美味しいよな。間違いない。これ練り物界のトップオブトップかもしれん。私、青のりがポイントバカ高い。キンキンに冷えてる。イントネーションどうなってる。キンキンに冷えてる。ソチャがうまいわちゃうよ。出すときなんよな。あ、すいません、こちらソチャですが、ね、自分で言うんちゃうよ。蹴り下るときに使うから。ソチャがうめえわ違うよ、自分で使わへんのよ。じゃあ私はたこ焼きいきます。これ何だ。ホルモン焼きそば。ホルモン焼きそば、いただきます。ホルモン焼きそば、いただきます。絶対待って、なんかサムネちょっと撮りたいな。サムネ忘れとったないただきます。いただきます。おいしい。めっちゃうまい。エビエビも行くわ。多分あかん、私一口でいったら死ぬ。熱いな。赤い。美味しい。これは絶対うまいよな。うまい。まだエビたどり着いてないけど。マヨネーズ入ってるの。入ってるわ。エビマヨ。マヨ。うん。中のエビマヨだけじゃないんですよ、美味しいの。外のやっぱたこ焼きのほんのりカリッとふわっと感、うん、最高。この上乗せていい。うん、マジでうまいです。うん、まやばいよな。なんかさ、お好みソースもさ、あっさりしてない。まあ、これはあの普通におたふくの市販のやつなんですけど外で食べるからかと思うよな。あ、ちょっとマジックそれやわ。いえいえいや、美味しそう。ちょっとカレーマン入る胃袋ないな、今。ありがとうございます。うわー美味しそう。東京バナナソフトと、これが白い恋人。やばい、トゲトゲ。いただきましょう、食べます。やばいやばいやばい。なんかこれもそうですね。これだけはね、買うの、うん、もうお腹がいっぱいで。映えてる映えてる、かわいいかわいい。出た、伝説のポーズ。メロンソーダは買ったことあんねんけど、うん、初めて見たらレモネード。ちょっと買うわ。え、何。あ、抽選始まった。来たなこれ。あ、無理でした。はい、当たったことない。これで私はレモンスカッシュ気分味わいます。乾杯。どうせ小さい祝福のように。
出た。フィルセイエヘイヘイフーチェケラチョヨヨー、帽子壊れたらよかったチェキ。やっぱエビナといえばメロンパンだろうということでですね、有名どころですね。めっちゃ水飲んどった。これいただきたいと思います。いただいてください。はい、ありがとうございます。何が違うの普通のメロンパン、なんでそんな有名なのこのって。知らんじゃあ開けてみますね。開けてみる開いてるが、うん、緑は慎太郎、人事を尽くして天命を待つ。いや、今日のラッキーアイテム、今日のラッキーアイテム、うん、どう？うん、めっちゃ濃いメロンパン。濃厚？うん、うまっ。今日はこの後コストコ行って海ホタル、初い、初めてかも、うち海ホタルを。私もずっと行きたいと思っとってんけどさ、車とかなんか乗ってないからんやろ、海ホタル。許可が来てくれたから、私一人じゃ絶対運転できんかったもん。私らコストコのさ、ご飯食べずにさ、ヘビのサービスエリアで残ったもん食べてね。マジでお腹空いとった。あれにしよう、めっちゃいい天気になってる。え、それな。な。晴れすぎやろ、逆に。うん。西日眩しすぎやろって。変わるまでこれ。チェケラッチョさん。入るやん。やめて。やめて、その手。せいや！え？せいや！飛行機飛行機飛行機待って、そのまますること。え、ちょっとテンション上がらん？全然。え、ちょっとおもろない飛行機見んの。え、全然。ずっと飛んでる。海ホタルまでもしかしてずっと飛んでるなんかもしらへん。そう、さっきさ、カメラ止めてる時にな、うん、あれやんな、二人で海ホタルおるもんやと思っとったよな。え、うちだけやったっけ。え、海ホタルおるもんや思ってた。本当にありがとう、みんなの応援が。あれあれあれ、それじゃない。めっちゃ興奮しとって。海ホタルバック夕焼け幸せ、カニあるやん、ほら。もうや。3、2、1。お疲れ様です。ありがとうございました。かわいい。漏れてる。あとに漏れてるやん。漏れてるやんな、これ。やばいな、めっちゃ漏れてる。私はもうこれならして幸せなろうや。でも別に今も幸せやねんけどな。唐揚げ買ってきました。揚げから、はい、ありがとう。醤油ニンニク、いただきます。いただきます。熱い？うん、すごい。ニンニクの風味が効いてめちゃめちゃうまい。やっぱニンニクなんよ。やっぱニンニク、うん、うん。ごちそうさまでした。およそ8キロ先、追突事故のため左車線が規制中。え、だからこんな飛んでるの、もしかして。え、うちら通るとこ？ほい。どうしたらいいんや？これルート。出口。出口なの。出口？みんなどう思う？出口？出口？レッドブル？レッドブル？教科もなんかあったで。マリオトトとタルトタッタのくせして。まだそれは可愛いわ、イントネーション問題やね。わしの方が可愛いわ。レッドブル、レッドブルやん。確かにレッドブル翼を授けるやろ。歌ってよ、レッドブル翼を授ける。めっちゃ似てる。おー、仕事でもびっくりした今。めっちゃ似てると思った。こう自分がこっち。おら悟空、クオリティ低すぎてびっくりした。悟空の声ってどんなん、うん。
野沢雅子さんやろ。おおおっ来たね。マス、ありがとうございます。しましょう。あ、お願いします。ハモリアンや。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗とともにめっちゃ混んでる。めっちゃ混んでる、やばいな。でもちょうどよかったな、これぐらいの時間に出て。待って、うちら今日渋滞しか捕まってへんよね。ほんまにほぼ渋滞じゃない。なんかどっか俺店より渋滞の時間の方が長いよな。今からも。もううちら今日アンスタばっかり。一緒アンスタ、これで帰っていく。